抑えることができるか。立ち上がりのピッチング、ランナーがスタートしています。タッチはセーフ。聖澤が3投に成功しています。これで今シーズン17個目の盗塁ということになりました。昨日の状態、今日の1打席見たときに、次の回ランナースタートしました。セーフ。いい送球、細川から行きました。しかし聖澤の足が一瞬早かったか。今日2つ目の盗塁、これで18個目ということになっています。イーグルスサイドは聖澤さんのこれチームとしてのサインでしょうか、それとも個人としてのその、多分内村とか足の速い選手に関してはですね、この9番内村そして1番の聖澤さんのコンビ、盗塁成功。ここも投げられませんでした。今日これで聖澤さんは3安打猛打賞に加えまして盗塁3つ目を記録しています。今のどう見ますか。今のも結局1球軽く牽制したんですよね、はい、速い牽制はゆっくりの牽制した、もう結局何もしないってことですよ